サーファーがさ、サーフィンしながら他のサーフィン、サーファーを撮るとかさ、そういう感じだよね。じゃないとさ、絵にならないよね。結構すごいね。ちょっと一旦これ、してみようか。あ、ちっちゃいね。ちっちゃい。こんなちっちゃいんだ。こんなちっちゃいよ。へぇ。こうやって入った状態でいくんだね。すげえ。あとね、とりあえず全部出してみる。なんかね、一応ウェブサイトの、あの PC から見たらね、書いてあったんだけど、こことこことこれ、これがね、忘れちゃったな。このアップダウンとで、なんかセレクトで、これが決定かなかったかな。でこれはまあ電源オフと、これモード切り替えと電源オフだったかな。でこれが、まあシャッターボタンとこうセレクトしますボタン。でこれモードの切り替えだった。こういう感じですね。でこれどうやって開くんだろう。結構なんかすごいすごいな。これだけ見るとなんかこれなんでこういう形になってるの、不思議。これすげえ不思議なんだけど、これどういうこと。なんかまあいいや。ギターもでかいし、これ結構良さげー。なんかよかったって使ってみないとか。電池がね、これどういう電池なのかも説明なくて、でね、 SD カードはね別売りで、別売りなのは当然なんだけど、32ギガまでしか使えないですよね。150度ってね、インターネットで書いてあったのに40度になるという。うわー、サビー。俺がね、170度だったら全然こう印象の違う写真が撮れたよね。何にも書いてないんだよ。英語でも書いてないんだよ。でもここに微妙になんかね、これがついてる、この矢印が。これこう開けたいよね、こうどう考えても。でここもなんかついてるから、この YouTube のマークみたいな、これこうでしょ。これをこっちに開けるんだよ、こっちに。マジかって感じ。これで、これだよ。で、これ見ると、だいたいこの、下がね、こうバッテリーの、蓋があったり、なったってんだけど、これ、開かないじゃんと思ったけど、まあ、開いたいのかね。え、ちょっと、出せないの。あ、こっから USB が使えるね。USB と、から、ちょっと、この説明書だ。ええー、ちょっと、やばいよ、これ。これ、すごい。これ、レビューしがいあるね、これね、ちょっとね。かなりレビューの、ああ。ちょっと、何よ、これ。電源入れてみるか、まず。ここ、電源ボタン。嘘。電池入りって書いてあったのにさ、電池まさか入ってない。ちょっと待って。これ、電池入りって書いてあったよ。電池入れって書いてあるよね。ああ、何これ。バッテリードアが開かない。で、これマイクロ SD がここにあるね。この USB の下。今さ、こういう感じ。これが開かないよ、なんかそんなやつ。開かない。まあ、これシール貼ってあるからね、ベタベタ触っても。で、ここがモードと電源。これシャッターボタン。そしてここがアップダウンと、ダウンがこれがシャッターボタンになるって。そしてこれがモニターでっかいよね、結構ね。問題はこれだよ、もうこれどうしたもんかね。これチャージングバッテリー、カメラ、これ USB で USB で充電すると。電池入れてんだけど、あ、そりゃそうだよね。これ、なんかでもね、絶縁シールみたいなのが貼ってある系かもしんない。でも、つうか、充電してみた、しない、充電自体されてないのかどうなんだろう。まずこれを USB で充電するのが基本らしいですね。そして、チャージングステータス、多分ね、これね、このライトがね、このライト、これがついてるときは、充電が、行われているときは、これが、ランプがつく。で、充電が完了したらランプが消えますよって書いてありますね。セッティングは、このセレクトボタン、これがシャッターセレクトボタンというやつをまず押して、
からこれアップダウンで選んで選択して、でこれが多分決定ボタンになると思うんですね。多分これやってみて多分そうだと思う。ねリピーテッド、あ違うな、リピーテッドプレスサートサイクルスルーザスイセック、あこれをね何回か押すごとに変わるって書いてありますね。これを何回か押すごとでモードが変わってって書いてあるね。おかしいね。シャットセルクサイクル、これを押すごとにサイクルスルーザスリーセッティング、3つのセッティングが変わるって、でユーザーアップダウンアップダウンバージョンとサイクルする。あ違うだろう。これを押してこれを押せば、押しただけでサイクル入れ替わりますよって書いてあるんだけど、このアップダウンでそのサイクルを変えますよっても書いてあるんですよ。アップダウンサイクルでスルーセッティングオプションアンドプレスシャートでこれで決定ですよとか、ちょっと英語こうダブルでちょっと何って感じだけど、まあいいや。さっきとまた別に、こっちはビデオのスタート、スタートストップ、ビデオの録画のスタートストップがこれで、で、こっちもね、このダウン、アップダウンのダウンもね、シャッターボタンって書いてあったんだけど、これは静止画のシャッターボタンみたいですね。You can also change video and photo setting in the setting menu. で、セッティングメニューで、ビデオとフォトのセッティングを変えることができる。まあ、それまた次のセッティングメニュー。次の話、さっきの話になるんだけど、ちょっと逆から見ちゃってるんで。でね、それとね、バッテリーが、レコーディング、バッテリーが 0% に達するときにレコーディングしてた場合は、カメラはね、ファイルを保存してくれて、保存してパワーオフしますよって。でだから途中まで、は保存だから、まあいいや、とにかくその電源が切れる瞬間に、そのパワーオフする瞬間にそう保存しますよってことですね。そうです。ここから行かないとね、こうね、もう最初から行かないと。こっちから行かないとなのかな。ステータス、ステータスインディケーターライト。書いてあったね、ステータスインディケーターライト。これがステータスインディケーターライト。状態を表すライト。状態ってだってあれだよね。電池の残量だよね、多分。電池残量、充電中かどうかのステータスだよね。で、スクリーンがあって、スピーカー、ちょっと待てよ。シャット、アップボタンと、スピーカーここにあるね。スピーカーここにある。アップダウンとダウン、アップダウン、スピーカー。で、ダウンはシャッターボタン。で、これね、パワー電源ボタンとモードボタン。ピントがね、電源とモードボタン。そして、さっきのアップダウン。ちょっと、で、セレクト。ね。そして、裏を見ると、で、デートスタンプをオンオフ。カメラオンオフ、ちょっと待ってね、アタッチはカメラって、このね、マニュアル自体がね、こういうふうに見るのか、こう見るのか、ちょっと分かんないんだけど、こう見るのかな、ちょっと分かりにくいんだけど、で、これ、タイムラプスができるみたいですね、これね。よかった、タイムラプス、外に放置しとく、スマホをあんまり放置しときたくないんですよね。こういうカメラだったら、特にこれ、1000円だから、別に放置しておいて、しかも32ギガのしか入れないから、結構気軽に置いとけますね。で、32ギガって今500円で買えるから、1500円だからね、手軽にこれ置いとけるね、タイムラプスできるね。だから外でね、撮るときとかも結構放置できますね、これだったら。このループイングビデオってなんだろうね、よくわかんない。ループ、デートスタンプは日付、ループイングビデオよくわかんない。エクスポージャーかな、これ。これってあれ？露出とかかな、レゾルーション 1M、2M、3M、 レゾルーション、レゾルーションの、解決じゃないもんね。どういうことこれ、これあれだよね、大きさだよね、フォトの大きさ、
1メガ、2メガ、3メガ、5メガってことですよね。シングルショットがよくわかんない。バーストフォト、3フォト、1フォト、バーストタイムラプス、あとコンティニュアスラプス、コンティニュアス継続、あ、これはタイムラプスの継続ラプス、何秒ごとにやりますかってことだね、多分ね。セコンドインターバルス、何秒ごとにインターバルしますか、インターバル何秒ごとにシャッターを押しますかですね。だからタイムラプスのやつね。あ、でもこれタイムラプスの2秒10秒ってあるね。オフか2秒か10秒連続、うん、セコンドインターバルス、だから連射ってことだね。タイムラプスと連射ってことだね。連射で連射機能があるってことだね。タイムラプスと分けてるね。タイムラプスはこの2秒と10秒しかできないけど、この連射の場合は、何秒ごと連射して、で何秒ごと、でも60秒のインターバルでできるってことはタイムラプスになっちゃうね。連射だけど、連射だけどタイムラプスだから、ちょっとね、同じだよね、タイムラプスとね。結局でもタイムラプスの場合はゆっくりゆっくり撮って後で詰めて見るって感じだけど、この連射の場合は短時間でキチ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 ってやるから、ちょっと考え方が違うってことなのかな。あとシステムセッティングで、こっちか、サウンドオンオフ、スタートアップ、ジュニーさんはノーン、ビープ、ビープオンオフ、ビープはビーピーとかってやつかな。でボリューム0、パワーフリケンシー、あ、まあ、フリケンシー、まあいいや、パネルプロテクト、スクリーンセーバー、あー、パワーセーブ、パワーセーブオフ、オフ、あー、そうかそう、これあれだよね、スリープに入るまでの時間みたいな感じかな。ね、スマホで1分ね、何もしなかったらスリープに入るみたいな、そういうことでしょうね、多分。便利な機能で、そしたら、ドラレコとしては使えないね、そうするとね、ドラレコとしては使えませんって書いてありましたけどね、そもそも全然そういう機能が揃ってないで、データタイム、これはの表示の仕方ですね、日付の表示の仕方、ランゲージ、イングリッシュ、シンプリファイ、シンプリファイド、わかんない、シンプリフィード、チャイニーズ、トラディショナルチャイニーズ、イタリアン、スパニッシュ、ポルトギーシュ、いや、これいろんな言葉、すごいね、そんなさ、いろんな言語でさ表示できるってすごくね、これすごくね、これいろんな言語でやってみたいね。ポルトガル語とかさ、ロシア語とかさ、そんな無駄な機能入れてんの、ロシア文字とか、韓国語もいけちゃう、日本語もいける、あ、まあ、日本語当然か、当然だけどさ、いいね、これ。勉強になるよね、ちょっと。いろんな言語で。で、フォーマット、イエス、ノー。これ、ノーだよね。こんな、フォーマットとかいらない。そんなのパソコンでやるとよ、とか思っちゃう。このフォーマット機能とか、一番これ、間違いとしたときにね、間違い、これ、ほんといらない、無駄だと思うんだよね。フォーマットいらないよ、とか思っちゃう。なんでこれ、フォーマット機能ついてんだろう。ほんと、それいらないと思う、フォーマット。てか、あれ、リセットオール、バージョン、キャプチャリング、ビデオ、フォト、プレッサー、シャッター、セレクトボタン、スタート、ストップ。レコーディング、うん、これ別にプレスシャッターセレクトボタンスタートレコーディング、あ、だからさっき言ったやつね、さっき言ったやつ、これを押せば録画が始まると、レコーディングでプレスダウンシャッターボタンとステイカーピクチャー、ピクチャー写真撮るときはこのダウンボタン押せよって、ピクチャーユキャンユースチェンジビデオアンドポートセッティングセッティングメニューで、ビデオとフォトのセッティングメニューはこれでやりましょう。別にこっちは使えませんよってことですね。ストレージは30、8ギガと16ギガと32ギガまで使えます。マイクロ SD、マイクロ SDHC、マイクロ SDXC メモリーでカードが使えます。クラス10のスピードレーティングのやつを使う必要があります。We recommendusing brand name memory cards for maximum reliability in high vibration activity. High vibration activity. 高周波だし、うちわかんねえよ、これ。とにかくこの保証の面で、ちゃんとしたブランドのものを使った方がいいですよって書いてあるんですよね。インハイバイブレーションアクティビティ、これがよくわかんない。チャージング、でさっきのチャージング、充電に関してはさっき言ったんですね。この組み合わせ、このハウジングじゃないんだけど、このね、
アクセサリーの、ね、使い方がよくわかんないね。まずわかんない。でもって、ちょっと待ってよ。このさっきのセッティングだよね。セッティングで何セッティングするのって言うと、ここなんですよね。さっきのやつ。ここをちょっとね、やってみないとですね。システム、まあいいや。やってみないとわからないね。これ、ね。これとこれ。ですね。で、この 32GB の場合は240分。で、この 720fps、この書いてある通りですね。こういう感じ。こう書いてある通り。ピント合わないよ。ピント合わない。この書いてある通り。こういう感じですね。今ね、充電した。電池入ってるね。絶縁テープ入ってないね、これね。絶縁テープは、もう撮影始めちゃったよ。撮影してるの、ちょっと。モニター。こういう感じ。ちょっと、何これ。どっち。今ね、これ反対側からね、電源来てるからね、取れないね、うまく。ちょっとこうね、こういう感じ。タッチパネルじゃないよね、もちろん。タッチパネルじゃない。ちょっとこういう感じ、こっちのカメラを。こういう感じか。これでね、ちょっとね、まあ、これが充電の、これがなってますね。これで、これをね、どうしようかな。でもこれね、SD カード入ってないからね。ちょっと、これ来た来た。ムービーサイズ。で、これをちょっとこれでやってみようか。ムービーサイズ。ちょっと待って。ムービーサイズ。これをセレクトすればいいのかな。これセレクトしたら、いろいろ出てきたね。これでいいよ。これでセレクト。で、ループレコーダー、レコーディング。ループレコーディング。ループレコーディング、わかんない。オフでいいよ。で、露出補正。いや、これ戻る。戻るはどうすればいいの？モードだからこれ押せばいいのかな？戻る。これでいけた。これで。これで、露出今やってね。で、日付スタンプ。オンになってるね。日付。オンで、いっか、オンだよ。とりあえずオンにしといてもいいか。この下ないかな。その下ないね。ないね。で、このモード変えるか。このモードどういう、ファイルなし。今、ここにもライトがありました。ここだけじゃなくて、ここにもライトある。充電は4時間もかかるらしいですね。チャージングタイム4時間だよ。これで写真とビデオのモード切り替えもここでやってますね。なんか、写真はここ、あ、じゃあ、ビデオはここで、写真はこれって書いてあったけど、これね、こっち後ろを押すんですけど、これで、ファイルなしってなっちゃう。ここが、今ビデオになってて、写真になって、カメラモード。なんかこのファイルなしって、モニターするときもこれなのかな。ピントが合わないね。ちょっとね、これね、で、さっきね、これが、このスイッチとこれがね、決まった使い方になってないね。逆になってた、さっき。これ、長押しでこれになりますよね。で、これで変換になっちゃったりしてね。日時設定。これで、これでなんかサイクル、押し続けることでサイクルできて、で、これで選んで、で、セレクトして、で、さっき言った通りなんだけど、で、まあ、戻るがモードって書いてあるんですよね、ここ。モードはこっちなんだけど、戻る、ここで戻る。これの、ちょっと待ってよ。戻る。戻らないとね。戻って、こう、ビデオの設定になってるよね、これ。
これカメラの設定で、あ、なるほどなるほど。あ、基本じゃカメラとビデオのスイッチングはこう変えるのはこれでやるんだね。このモード、この設定に関しても、これでまず設定変えてからの、で、ここでいろいろ変える。解像度。もっと下あるのかな。あ、もっと下あるね。VGA。どれにしようかな。っていうかこれ、1.3 とかにしとく。いやちょっとね、喋り用の流す用の動画を撮ろうかなって思ったんで、いやこの 1M とかにしとこう。 1M にしといて、でセレクト撮影モード。あ、でもちょっと待てよ。あ、違う違う、これ動画じゃない。しまった。動画じゃないから、これは、でも5メガもいらないかな。3ぐらいでいいや。連写機能とかね。でもちょっとこれね。いや、とりあえずね、これで、SD が入ってないとできないので、SD カードね、ちょっとなんないと、今ね、入れられないので、ここで戻って、って感じ。結構、これ、モニターがこんなしっかりしてると思わなかったから、これ、普通にカメラとして使えるね、このスマホ、まあ、タッチパネルがないからね、ちょっとめんどくさいけど、普通にカメラとして使えるね、これ。これやり方覚えちゃえばね、あのハンディカムとかよりもちょっと分かりやすいかも。単純ですよね。あ、でもこの少ないボタンでやるとね、だんだんわけ分からなくなって、とりあえずこのファイルなし、これモニターもこれでモニターするのかな。これとにかく写真とビデオの切り替えがまずこれでやると。これでね。やる。で、これ長押しで、これ、設定。で、この、これで切り替え。で戻るとき、これで戻って、これを今ビデオになってるけど、これを写真の方に変えたければ写真になった。で、ここでまた長押しして、長押し解像度とかで、こっちにここを押せば、今度はこの日付、日時設定、スクリーンセーバーなんてさ、スクリーンセーバーって別にあれか、おわんで画面が出るとかじゃなくて、1分経ったら消えるとかってことだね。1分経って何も操作しなければ。別にね、起動にそんなに時間かかるわけじゃないから、いいね、これ1分にしとけば。スマホだとね、いちいちそう、スマホと違って別に暗証番号とか入れる必要ないもんね、ほとんどね。ただデータを保存するとか、こう削除されないとか、そういうね、ことをしようと思ったら、そういう暗証番号が必要かもしれないけど、特にね、そういうこともないでしょうから、で、操作音とかもね、戻る。言語ちょっとやってみよう。言語、ジャパニーズ。え、なんだよ、これ。これしかないの？え、韓国語と日本語しかないよ。マジかよ。え、わかんない。ちょっと、わかんない。え、やばい。やばい、これにしちゃったらさ、戻れなくなっちゃうよ。やばいよ。はい、これでいいんだよ。戻って。っていう感じですね。これ、ビデオにしとこう。よし。っていう感じですね。充電がね、終わりましたね。さっきね、なんか音楽鳴ってね。あ、これ充電。ここにはランプついてて。ここのランプは消えましたね。充電終わったらこのランプ消えるって書いてあったからね。その通りでしたね。この青いのはついて、これパソコンと同じだね。パソコンもこう、なんかね、
充電終わってんのかどうか、大体一応このね感じですよね。あ、4時間かかると思ったけど、もともと充電おかしいよね。だからいや、ちょっとこれ外した状態で外すとこうなりますよね。で、ここで電源入れてみようか。お、アクションカメラ、あ、さっきと同じだね。いや、ちょっといろんな変なもの映す前にこうやめてこう。オフ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 、ああオフ、ああなりました。とさっきのちょっとまたもう一回ちょっとね入れ直してみたんですけど、これをまだマイクロ SD が入ってないのでまだこのビデオも撮れないんですけど、とりあえずこの状態で充電はできた。充電するのに一時だから出さないといけないってことですよね、このハウジングから。ちょっとめんどくさいですよね、ここが、こっから充電だからね。で、この電源入れてみましょうか。ないんだよね、ここで。よしよし。あ、いや、面白いね。面白いね。ちょっと今これで、あれ？モード。写真これ。違うね。ちょっとこれ長押しで、さっきと同じ状況、こういう感じですね。あ、いけますね。この押した感じをちょっとね、あ、押しずれ、これ押しずれ、あ、上にも上がるね、当然。あ、こういう感じか、なるほど。分かんなかった。ちょっとね、はい、こういう感じですね。でも電源一回切りましょうどれがどれだったっけってこんな悩んじゃ電源押して、形が変わっただけでね、ちょっとね、わかんなくて、あれどこだっけみたいになっちゃう。このいろんなの、これどうやって、これちょっとね、楽しみですね。この使い方よくわかんないけど。で、これを、これに入れた途端、すっげえ重たいんですよね。これ中身、カメラはすっげえ軽いのに、これすっげえ重たいよ、これ。すっごい重たい。だから、これ、むやみにこれはハウジングは水中行かない限りこれは使わない方のがいいかもしれない。ただ防塵の意味ではあれですけど、でこういうどうなんだろう、これなしでもハウジングなしだとどうなんだろう、つけられないのかな。すっげえ重たいよこれ、すっげえ重たい。これなしだとすげえ軽いのに。ほんとでもね、おもちゃだね、精巧なおもちゃだよこれさ。カメラ好きだったらもう最高だよね、これね。で、このボタンがね、このハウジング。あ、でもこれボタン別に電源関係ないもんね。押してるだけだから。別にここで電気が通るとかじゃないもんね。ただ押して、プチって押せるかどうかだけだから、そんな精巧な作りってわけじゃないよね。ただ防水にはなっていると。これがあるだけですっげえ重たいの。この単体だとね、すんごい軽いんだよ。すんげえ軽い。付属品がね、いっぱいあるんですけど、これを、この重たいこれを使わなくてもできるっぽいんですね、これ見たらね。なのでさっきちょっとやりましたけど、ここがちょっとね、やりづらいんだよね、これね。ぴったりして、さすがにこのアクションカモだからね、あんまりこうスマホのあるね、自撮り棒みたいな、ああいう適当な付け方じゃなくてぴったりはまるようにできてるね。あ、こういう感じか。こう外すの、あ、これでいいんだか。これで三脚に、三脚じゃないね、これを、これか、こういうのを使うのかな。ちょっとね、どうやって使うのかね、わかんないですよね、これ。あ、違うね。え、これ何これ。これはどっかにこう挟むようだよね。どっかに挟むようだよね。ちょっとわかんないんだよね。で、このベルトがなんかついてきたりして、こういうのがついてきたりしてんだけど、これマジックテープ。なんかね、ここもよくわかんないんだよね。あと、ね、USB ケーブルもついてました。これは何かな？これなんかテープみたいのもついてたんだけど。
なんこれ。ちょっと分かんないね、これ。これとはまた別ってこと？なんかね、こういっぱいあるんだよね、これなんか。よくわかんねえなって感じ。これ三脚につけられる感じ。今こう三脚につけてみたんだけど、ぐるぐる回っちゃうんだよね、なんかね。これをさっきのこれをこの辺のやつをなんか使うのかな、ちょっとわかんない。いろんな付属品があってわかんないんですけど、これが写真見るとこれこういうのがついてるなと思って、今やったらねできたんですよ。これがこれをちょっとこうパチッ、なんか折れそうで怖いんですよね。折れそうで怖いと思ったけど、さっきやったらねできたんです。これね、壊れたらあの音楽使うことになりますからね。あれ、ちょっと待てよ、さっきできたのに。なんでこっちかな。あ、なんか怖いんだよねこれね。これかな。あんま無理やりやっちゃうとね、やばいよね。あ、できたですよ。あ、すいません。これ両面テープで、このなんかメットの上とかになんかね、くっつけたりとか。でもさ、両面テープ外れたらどうすんだって感じだけど、こういう感じでこれが自立するってわけですよね。でこれをさっき、あ、こうすれば外れるとね、開かれ放題ですけど。でこれ何のためにこうついてるかなと思ったら、一応これ曲がりますね。これ角度こうやって変えられる。なんでこういう風になったのか、形状なの、謎のね、謎の部品がたくさんあるんですけど、これはさっきこれをつけた状態なんですけど、これがね、多分ね、これですよ。これですよ。これで、あれ？あ、なんかちょっと、これでこっからなんかぶら下げるとか、それか、これをやって、ここに、でこう角度変えられるみたいな。でここ何入んのかなみたいな。ちょっとね、わかんないね。これわかんないね。これよくわかんないの。これとこう同じ発想だよね。これここになんかこういう感じかな。なんかね、わかんないんだよね。これ上下についてんの、これ。紐、結局。上下上からも、これは三脚で使えるけど、さっきバタバタしてた、なんかね、ここにかま、これをかますのかな、もしかして。これもね、こうやって、あ、え、ちょっと待って、なんかね、閉まるよこれ。なんで閉まるの。あ、ちょっと、あ、取れたよこれ。あ、ちょっと待って、なんかよくわかんねえ、これ。どういうこと？これで、あ、ちょっと意味ないね、これ。あ、これなんか、え？これ関係ないよね。え？あ。これ関係ないか。ちょっとこれどういうこと？これ何これ？どうすんのこれ。あ！わかんないね、これ。これちょっとわかんない、これ。わかんない、これ。今、ちょっとこれ合ってるかどうかわかんないんだけど、あー、ここ当たるね、なんか当たっちゃうよ。さあ、ここへ、これを入れて、こういう感じ。これで、でここはなんかこうバーとかに挟んで、
どっかに挟む系ですよね。これ何これ、あ、こっちの、そうそうそう、ここでなんか挟んで固定してって感じでしょうね。こういう感じ、ここになんか挟ん、あれですね、突っ張り棒とかに挟んで車の中で撮ることもできるって感じでしょうね。こういう感じで、これ微妙、これ邪魔だよね、こんな必要ある、これ操作性がいいってことかな、こんだけでかいとね。こうやって使うのかな。これ見ると、あ、これは下の位置でもいけるってことだよね。これはこれを下の位置でやってでも、これを下でやっていけると、こうやって下でこうやっても挟んでもできると。